今日はナスと人参も切っといたやつと、ちょっとしめじちょっとだけ、鶏肉で味噌炒め作るよ。味噌炒め、ごま油ちょっと入れるよ。お醤油、お醤油、俺は鷹の爪をちょっと入れる。ちょっとじゃない、結構入れる。それからローリ酒、弱いですぎちゃうな。それから砂糖、料理酒、醤油、砂糖、鷹の爪で鶏肉炒めちゃうよ。いいな、そうやな、跳ねそうだだな。チン鶏肉、チンした鶏肉、その他のみんな砂糖か水入れちゃうよ。あ、人参チンしとけばよかった。柔らかすね。それからちっちゃくしとけばよかった。炒める時間多めにしないと。煮るか、煮るよ。味噌煮込みにしよう。うまそうだな、でも見た目。でも人参硬そうだな。これだけつけてからちょいとめんつゆ足し、そんで水入れて、ちょっと水入れて、人参入れる、味噌、ドリンカスプーンで、味は、あ、うまい、うまいね。柔らかくなりそうだからちょっと置く。はい、できたかな、できたよ。いい、あ、いいね。はい、完成。どん。ナスと鶏肉のと人参としめじの味噌炒め食べるよ。人参5分煮ただけでちょうどいいぐらい。味噌結構入れたけど、味噌感少ないけどうまい。味噌もうちょっと入れてもいい。逆に味噌なくてもいい。めんつゆと砂糖醤油で多分美味しいよね。味噌感が少ないから味噌もっと入れた方がいいんだな。味噌感出したっけ。でも塩分取りすぎになる、考えたことないんだよな。塩分取りすぎになるかな、ならないかなとか、料理作るとき。いや、もっと濃かったらもっと進むけど、絶妙、いい。煮物の10分手前、そうだよね、砂糖と醤油とめんつゆ入れてんだから。人参チンしない方がいいかもしれないな、5分ぐらい煮る方が。ちょうどいい硬さ、絶妙なの今日。